い、今日もあなたと百姓天国。はい、ということでね、さつまいもマルチ張ってますけど、よいしょ。今日はもうこれでね、だいぶちょっと今まだ日が高いですけどね、ちょっとヘロヘロなんで、これで今日は仕事終わろうかなと思うんですけどね。明日木曜日ね、はい、明日さつまいも苗刺しますかね。はい、そんなことでございまして、あー疲れました。これね、今張ってるこれマルチね、95なんですよね。この左が110、この95と110のこの違い、ちょっと分かりますかね。ほんのちょっとだけ違うんですけど、結構やっぱりね低いんですよね、95だとね。なのでやっぱり110がいいですよね。はい、どうせね作るんだったら、多分ね家庭菜園の人もね、110センチってちょっと大きいと思うかもしれないけど、収量をね増やしたいと思うんであればね、最初からこうやって大きいのだから、里芋とかでもそうなんですけどね、皆さん土寄せしたりとかね、土寄せするよりマルチのこの大きさをね、幅の広い110とか120のマルチを買ってきて、最初からねでかい畝を作った方が楽でしょうってことですよね。土寄せをしていくよりもね、その方が一発で最初からこういうでかいやつをね、でかい畝を作った方がいいでしょね。そういうふうに、ちょっと資材をねワンサイズでかくするだけで収量は増えるわけですから、それの方が楽でしょ。土寄せしたりとか、なんか脇芽をかいたりとか、どったらこったらって、そんなことするよりも最初からこうやってでかい畝を立てて一発で決めた方が楽ですよね。そういうふうにね、収量が欲しいんだったらね、はい、その方が合理的だと思いますけどっていう、そういう話ですよね。よいしょ。まあ一つのね参考にしていただけたらと思うんですけどね。よいしょ。よく皆さんからね聞かれるんですけど、例えば家庭菜園講座ね、私の講座を受けていただければ、畝間はね防草シートとかビニール貼って草を押さえてくださいってね、それ貼るだけなんですよね。貼るだけで除草というものがなくなるわけですよね。それでいかにね楽になるかということをね、皆さん口癖なんていうのは、びっくりするほど楽になるっていうことを皆さんはおっしゃるんですよね。つまりそれからね、畝間にビニール貼ってもらうだけで草むしりという作業がなくなるわけですよね。はい、草をいかにして上手に取るかとか、そういう話じゃなくて、草むしり自体がなくなるわけでしょね。その方が効率的なわけですよね。もちろんこうやってビニール貼ったりペグ必要ですけどね、草むしり自体をなくせば、多分ねやってもらえれば分かると思うんですけど、草むしり自体を、その行為をなくした方が楽じゃないですかって話でね。で、皆さん目から鱗って言っていただけるんですよね。私の家庭菜園講座を受けていただいた方は皆さんそう口々におっしゃるんですよね。で、草がなければ無農薬で野菜が安定してできるようになるわけですね。はい、なんで一石二鳥三鳥四鳥になるわけですけどね、その辺をね皆さんこう理解するとね、管理をするということで、作付けた時に管理が終わればね、その後何かをするってことがないわけですから、その余った時間で畑を広げることができるわけですよね。って考えれば、これほど合理的なやり方はないということに気づくはずなんですよね。だから野菜を作るということにね、合理的であるということね、効率的であるということ、そこをねしっかりと、無農薬栽培だから苦労しなくてはいけないっていうところがね、どうしても皆さん多いので、で私たちこうやってね専業農家になれば分かりますけど、一番大事なものは何ですかって、時間なんですよね。はい、時間をかけるっていうことをやっていれば畑も広げられないしね、手間ばっかりかかって疲れていっちゃうんですね。ね、ですから多分その一つの目安がね、僕のように年寄りじゃあれですけどね、
30代40代でオーガニック栽培で 2,3 ヘクタールっていうのは僕から言わせるとちょっとサボってますよねって話になっちゃうんですよね。いやいやもうちょっとやらないとっていうね、うん、それだとするとそれが限界だっていうことになるとやり方がちょっと間違ってるかなというふうにね、それでもう判断できるわけですね。わかりますよね。逆に言うと観光栽培でね 2,3 ヘクタール、うん？っていやいや10はやれますよねっていう話になっちゃうんですよね、だからオーガニック栽培でね夫婦2人でね5ヘクタールぐらい回せばね、おまあまあって感じですけどね。はい、だからそういうこう畑の広さとね、逆に言うと何か無駄なことをしてるはずなんですよね。だからしっかりとねそういう畑の広さ労力で、当然ね畑が広くないと売り上げの数字も伸びてきませんからね。だから家庭菜園の人もねこういうふうにこう効率よくやることさえできれば全然ね難しくないわけですね。よいしょ。正直ね2単以上は家庭菜園ではもう難しいです、ね、逆に言うと2単まではできるんですよ。で、クワ1本でやれとは言ってないですね。だからおそらく2単とかね、例えばまあ1単以上になってくると管理ができなくなってくるんですよね。畑の周りの草刈りだとか畝間だとかですから、ね、しっかりと畝間に防草シート貼る、ね、通路には防草シート貼る、ビニール貼るということをやっていかないと回らないはずなんですね。そうですよね。だからね1単超えてきたらしっかりねその辺を効率よくやっていけば回るはずなんです。逆に言うと1単2単で作付けができればたくさんの野菜できるわけでしょ。ですからそれを売れば自然に売り上げが上がりますよねっていうことです。つまりね管理ができるかどうかそこにかかってるわけですよ、ね、そこにおいてね土作りがどうとかね、そういう話は2の次3の次4の次なんですよ。どうでもいいとは言いませんけどね、土作りではないんです。収量を上げるには管理をするということなんですね。はい、1ヘクタール管理できますかね、できないでしょ。それにはトラクターが必要になってきちゃうんですよ、はい、ですからねそういう意味ではその畑の広さだとかそういうところの議論をしっかりした上で、でどの機械が必要なのかって話になってくるでしょ。10ヘクタールはねトラクターなきゃ、ま、管理できないんですよね、当たり前ですよね。だから10ヘクタールやりましょうっていう話をしてるわけじゃないでしょね。そのね1単2単を管理するには何が必要ですかってね、トラクターはいらないんですよ2単ぐらいまではね。しっかりと通路ね、畝間ね、畑の中のことをしっかり管理できれば2単までであればねトラクター必要なく、回るはずなんですね。回らないとすればやり方が間違ってるんです。ですから草だらけにしてどうのこうのなんていうのは話にならないということがわかるでしょね。その時点で間違ってるんですそのやり方はね。はい、だから農産物を作るということが目的であるならばそのやり方をしたら永遠にできませんね。一畝ですら多分ねキャベツ10個植えて何個できますかって話になっちゃうでしょね。必ずねそういうふうに畝間を管理していただければね、収品率いわゆるちゃんとしたキャベツ10個植えて何個できるのって話になったら10個植えたら7個8個できて当たり前なんですね。それぐらいはできるはずですね。それができないとすれば管理ができてないということなんですね。土の問題ではないんですね。まあ結球しないとかいろいろ窒素不足だ、それはいろいろありますよ。だけどまずはね虫に食われるとかなれば、ああ管理ができてませんよねって話ですよね。そのことと土作りって関係がないんですよね。わかりますよね、はい、これが分かってない人がほとんどなんですね。残念なことにプロでも分からない、分かってない人がいますからたまにね、うん、それはあの1ヘクタールを回せませんよねってことになっちゃうので、1ヘクタールを回さなければ専業農家になるのは難しいですよねって話になるんですよね。でそこになんかやたら何かなんとか農法とかなんか使う肥料にこだわってたりする人いますけど、ね、目的は何ですかって話なんですね。その肥料を使うためにあなたは農家になってるんですかって話になるんですよね。違いますよね。農家をやるためにこの肥料であればいいとかね、前提が違うわけですよね。みたいなこういう議論は非常に多くてね、うん、例えばこういう資材を使ってみたらいいですよってだけどね、それで専業農家になった場合どうなりますかみたいなね、はい、まあまあよくある話なんですけどもね。
特になんかこういう素晴らしいなんとかっていう資材があるとか、たまにね5年に1回ぐらいそういうものが出てくるんですけど、我々専業でそれを使うんですかって、一切使うことはありませんね。なぜですかってね、使わなくても野菜はできるということを知っているし、なんでお金を払ってそういうなんかよくわからない資材を買わなきゃいけないんでしょうね。そういうなんかね、液肥でも何でもそうですけどね、使う必要は一切ないんですね。ぬか入れとけ野菜はできるわけですよね。そのことを知っているので、その資材を買う必要はないわけですよね。なんとか微生物資材、なんとか菌、なんかよく分かりませんけどね。ただで誰かが撒いてくれるんだったら、はいどうぞって言いますけど別にそんなもの使わなくたって野菜はできてるわけでね、30年そうやってやってるわけですからね。だからオーガニック栽培っていうのはね、そういうものではないんです、皆さんね。それをしっかりね認識していただければ、まあ詳しいことは私のオーガニック栽培講座ね受けていただければね、家庭菜園でね月に10万円稼ぎたくないですか皆さんね。そのやり方は私のやり方でやれば可能ですね。でも草だらけにしてどうのこうのでしたらまず無理なんですね。売り物にはならないでしょね。それもはっきり分かることだと思いますのでね、副業としてね月10万円ぐらいね、この家庭菜園の延長でやってみたいという方であればね、一度受けていただければ絶対に損はしませんね。元は取れるはずですね。それはもう自信を持ってお勧めしますのでね。はい、ということで宣伝になっちゃいましたけどはい、ということで、ね、これからね農業やって例えばプロになっていきたいという方でも、どこにも研修が行ったことないという人でもね、参考にはなると思いますね。お金かかりますけど無駄金にはならないと思いますね。その私のやってることはその延長ですからね、規模がちょっと違うだけで、私は基本的には同じことをやってるわけです。それを少し畑を広くしてやってるだけのことなので、全く普段私がこうやってやってる営農していることを家庭菜園に落とし込んだだけなので、全く内容は同じですからね。私がやってることをそのまま家庭菜園に落とし込んだだけなので、畝間にビニール貼る、管理をする、全く同じですから、はいはい、ということでございますね。よろしければね、概要欄に貼ってあると思いますけどもね、オーガニック自然栽培と称した私のね、家庭菜園の講座をよければ受けてみてください。はい、よいしょ、暑いね、今日は暑かったね。はい、以上です。それではまた。